カロリーは年をまたぐことができないので大晦日は何を食べても太らないなどのカロリーゼロ理論をテレビで話していた伊達は、ネタにもかかわらず栄養士からあなたは何を言っているんですかと抗議の便箋が7枚届いた。一時期どこに行ってもこれ何カロリーですかと聞かれることに嫌気がさした伊達は、400ぐらいあるんじゃないのや後ろに書いてあるんじゃないなど雑に回答していた。クレープは三角形に見えるが広げたら丸いためカロリーゼロ。コロッケはサラダ。職人が握った寿司はカロリーが潰され職人の手に吸収されるためカロリーゼロ。カステラは潰すことによりカロリーが飛散されるためカロリーゼロ。しかし伏流カロリーには注意が必要。焼き鳥はタレにくぐらせることによりカロリーが洗い流されるためカロリーゼロ。しかし塩はカロリーがあるので注意が必要。駅弁にはカロリーがあるが新幹線の速度にカロリーがついてこれないのでカロリーゼロ。